アルドレイはアメリカ・ペンシルベニア州出身の俳優。マッチョな体格を生かし、1950年代から1960年代にかけて戦争映画やアクション映画で活躍した。1926年にペンシルベニア州ペイン・アーガイルのイタリア系の家庭に生まれる。1944年にアメリカ海軍に入隊。1946年まで。 フローグマンとして働く。除隊後は、カリフォルニア大学バークレー校に入学するがすぐに、中退。妻子と共に、カリフォルニアシュークロケットに移り、警官として、働くようになる。兄弟のグイドを、映画、サタデー、エスヒーローのオーディション会場まで車で送った際に、監督デビット・ミラーが声を気に入って採用。演技経験のないまま数本の映画に、本名の、 アルドダレで出演し、その後芸名をアルドレイとする。1960年代前半までは、マッチョで、セクシーなタフガイとして様々な映画の大役に起用されたが、その後は徐々に役がつかなくなる。1978年の映画、スウィートサベージでポルの映画の賞であるアファーワード、最優秀主演男優賞を受賞。1980年代に入っても人気が、 回復することはなく、統計部癌の治療費を捻出するために、低予算映画のどんな役でも受けるようになる。最後の数年は、カリフォルニア州クロケットで、母親や家族、友人と過ごす。1991年に、食道癌で死去。ありがとうございます。